ゲオルギオスティス・エラザスは、ギリシャ王国の王族。ゲオルギオス一世とその王妃、オルガの次男として、ケルキラ島で生まれた。1883年以降、父方の叔父で、デンマーク海軍提督であった、バルデマー王子に預けられた。後にゲオルギオスは婚約者に、この時私は父に見捨てられたと感じ、以後は、叔父のために大人になったのだ。と話している。 1891年、ゲオールギオスはいとこである、ロシア皇太子、ニコライの極東歴法に同行した。日本で、ニコライが、大津事件に遭遇した際は、彼の救助に当たっている。1896年、アテネオリンピック開催時、ニー・コンスタンティノス、弟・ニコラオスと共に組織委員会に加わった。ギリシャ独立後も、オスマン帝国領下にあった、クレタ島では、 ギリシャ復帰を求めて不穏な空気が高まっていた。1898年、列強が介入しクレタ島は反独立国家となり、初代総督にゲオルギオスが選ばれた。しかし、ギリシャ愛国者は完全併合を求めて活動を続けた。1906年の選挙結果、ゲオルギオスは総督職を解かれ、1908年にクレタは正式にギリシャへ復帰した。 1957年、フランスのサンクルーで死去。1907年、ロラン・ボナッパルトの一人娘マリーと結婚。彼女は、ボナッパルト家の一員であったが、好位継承刑を持っていなかった。しかし、母方の祖父が、モンテカルロのカジノを所有する大富豪であり、相続主体産は、莫大なものであった。ゲオルギオスは、妻との間に一男一女を設けた。 ありがとうございます。